こんにちは、ナナです。今回は人気のベイビーブーマーネイルをご紹介していきたいと思います。ベイビーブーマーネイルとは、ピンクやベージュと白の2色を使って、赤ちゃんの肌のような淡いグラデーションをやっていくことを言います。いろいろなやり方があるんですが、今回はアクリルを使ってやっていく方法とエアを使ってやっていく方法の2タイプのやり方をご紹介していきたいと思います。使っていく道具は白のパウダー、クリアのパウダー、そしてピンクやベージュのパウダー、そしてあとはエアのこういったカラーのものですね、を使っていきたいと思います。今回は小指と親指にデザインしていきたいと思います。親指には白のパウダーを土台にピンクのパウダーを使ったアクリルでのやり方。小指には白のパウダーを土台にエアーでピンクのグラデーションをやっていくやり方をご紹介していきたいと思います。はい、では早速やっていきたいと思います。まずはアクリルでの長さ出しということで、まず通常のプレプライマーとプライマーを塗っていきます。私のお店でもベイビーブーマーネイルをやりたいというお客様が多かったので、今回は決まったやり方ではなく、お客様に選んでいただけるようにということと、今見てくださっている皆さんにですね、お好きなやり方でやっていただく、少しでも参考になればと思い、いろんなやり方をご紹介していきたいと思います。ぜひ読者登録していただけると嬉しいです。では早速、次に続いてホームを装着していきたいと思います。自分の爪のイエローラインに合わせて切り込みカーブを入れ込んでいきます。ホームの基本的な付け方に、詳しい付け方ですねに関しては、アクリルの長さ出しで動画でご紹介していますので、そちらを参考にしていただけるといいと思います。2本とも同じように付けてください。ホームはしっかりとサイドラインを取るようにしっかり付けてください。はい、こんな感じで装着完了です。では早速アクリルパウダーを乗せていきたいと思います。今回使っていくのは白のパウダーとクリアのパウダーを使っていきます。境目のピンクのパウダーは、こういった4色を混ぜ合わせて、こんな感じで私は作ったんですが、今回分かりやすく、本当はですね、少し淡めのピンクになるんですが、分かりやすいように濃いめのピンクにしています。では早速、白のパウダーから先端ですね、作っていきます。アクリルの詳しい作り方に関しては、アクリルの長さ出しの動画を参考にしていただくといいので、今回は少し省いていきますが、今回のようにですね、白のパウダーで長さを出していくときは、クリアに比べると、白のパウダーはこのように少し柔らかい感じのものが多いので、本当に私もちょっと久しぶりだったので、ちょっと流れ落ちそうになってしまったんですが、そこだけ気をつけてやっていただくといいです。そして境目に関しては、このようにまっすぐ直線のような感じであっても大丈夫です。そして最後に、クリアパウダーでしっかりと上、しっかりかぶせてあげてください。で、小指はこんな感じで一旦完成です。この上に、エアーで、真ん中のピンクのグラデーションですね、やっていきたいと思います。はい、では続いて親指に関しても同じように、先端はですね、白のパウダーで長さを出してください。そして境目に、ピンクのパウダーでぼかしを入れていきたいと思います。先端の白のパウダーは1ボールもしくは2ボールぐらいで長さを出してあげれるといいと思います。この白のパウダーの部分でうまくですね、ぼかしが作れればそれでいいんですが、そこまで深く考えなくて、こう小指のようにですね、直線のようにこんな感じでやっていただいても、ピンクのパウダーでなじませていくので、これくらいでも大丈夫です。では続いてピンクのパウダーで境目ですね、ぼかしを入れていきたいと思います。ピンクのパウダーは、極力ですね、リキッドを多めに、こんな感じの柔らかい感じをこう、トントントンとぼかすような感じで入れていくといいです。少し緩いぐらいで操作していくのがポイントになってきます。今回ちょっと分かりやすいように見やすいようにこう、濃いめのパウダーを使ったので、ごめんなさい、ちょっと私もぼかし加減がですね、少し、難しいんですけれども、まあ、淡いカラーですね、パウダーを使っていただければぼかしは上手にできると思うんですが、
できないようであればこう何回かに分けてこのように柔らかい感じのものをこうぼかしていくというふうに続けていただくといいと思います。そして最後にクリアパウダーでですね、大きめに玉を取っていただいて全体を覆っていきます。ここも少しポイントなんですが、このクリアパウダーがですね、あまり薄すぎてしまうと、最後の仕上げの削りの時にですね、せっかくぼかしを入れたピンクの部分削ってしまうことになってしまうので、できるだけですね、しっかりと厚めにかぶせてあげるのがポイントになってきます。はい、こんな感じで完成です。あとは固まるのを待ってください。小指もなんですが、途中でですね、アクリルが固まってきたら、しっかりピンチは入れてあげてください。はい、では次に形を整えていきたいと思います。形はお好きな形にしていただければいいと思うんですが、今回は私が好きな形、猫爪のような、こう、ちょっと丸かったような爪を意識して作っていきたいと思います。これは、私が今好きな形になるので、やっぱり日本でですね、今流行っている形っていうのは、まっすぐ綺麗なラインが通っている形になるので、そちらで作っていただいてもいいと思います。私が今作っている、猫爪のような丸かっている爪の作り方に関しては、次回ですね、作り方のやり方ですね、を詳しく動画でまたご紹介していきたいと思いますので、今回は省略させていただきます。はい、小指ですね、こんな感じで整え完了です。では続いて親指も形を整えていきます。今回このようにルーターを使って爪の形を整えているんですが、本当に詳しいやり方ですね、次回の動画でご紹介していきますので、ぜひですね、楽しみにしていただけると嬉しいです。いいねと思ったら、いいねボタン押していただけると嬉しいです。今回はアクリルでのやり方と、エアを使ったやり方をご紹介しているんですが、私のお店のお客様の中でもですね、ジェルを使ってベイビーブーマーをやってほしいというお客様もたくさん多いので、そういう人用にですね、ジェルを使ったやり方も次回の動画でご紹介していきたいと思います。全部で5パターンのやり方をご紹介していくんですが、絶対にこうやらなきゃいけないといった決まりはないと思うので、お客様がやりたいというような方法だったりとか、自分がやりたいなと思う方法でやっていただければいいと思います。では次に小指にですね、この後エアを拭いていきますので、スポンジファイルで表面を軽く、傷を入れてください。エアーのインクも少し濃いめで表現をしていきたいと思うので、このような感じのコーラルピンクを作ってください。では早速、境目ですね。ピンクを拭いていきたいと思います。先ほど土台で作った白のこう直線になっている部分をめがけてですね、縦グラデーションになるように綺麗にピンクのカラーを拭いていきます。エアーは勢いよく拭いていくのではなく、細かな粒子をこう積み重ねるようなイメージで、徐々に徐々に濃いめに拭いていきます。こんな感じに綺麗にですね、白のラインが消えるような感じですね。このようになじめば完成です。こんな感じでエアーでのベイビーブーマーと、アクリルで作ったベイビーブーマー、ベース完成になりますので、ここに最後ですね、トップコートでしっかり仕上げていきたいと思います。今回本当にわかりやすいようにですね、濃いめのピンクを使って、ぼかしを入れていったんですが、本来ですね、ベイビーブーマー、赤ちゃんの肌のような柔らかいグラデーションになってきますので、もう少し淡いですね、薄めのグラデーションにするようにピンクですね、調整していってもいいと思います。ピンクだったりとかベージュですね。お好きな感じにしていただければいいと思います。エアーの指のトップをかぶせるときは、エアーをですね、あまりベタ拭きしてしまうと、
このようにですね、トップコートをかぶせるときに滲んでしまったりといったこともありますので気をつけてください。では硬化が終わったら未硬化ジェルと端にですねはみ出したエアの部分同じように同じに拭き取っていきます。はい、こんな感じで2タイプのやり方完成になります。色合いは親指とこう小指が違うカラーのような感じでですね、本当に好きなようにですね、色は調整していただければいいと思います。これでベイビーブーマー完成になるんですが、今回はですね、そこにちょっとプラスしてラメを入れ込んでいきたいと思います。こういった2色のラメを混ぜ合わせてクリアジェルとこのように準備しておいてください。それを細筆に変えていただいて、根元のところにですね、ハーフムーンを作るようなイメージでラメを入れ込んでいきます。ハーフムーンがですね、あまり大きすぎてもちょっとおかしいので、爪の長さとか形にですね、合わせて調整していただくといいと思います。私の爪の大きさ長さでこれくらいで調整していただくといいと思います。親指にも同じように乗せていきます。ベイビーブーマーのデザインだけでも十分、素敵なデザインにはなるんですが、そこに少しアクセントを加えたいなという方にとってもおすすめなので、こういった、ラメですね。今とてもラメも人気なので、いろいろなラメをミックスしていただいて、根元に少し輝きを持たせてあげてもいいと思います。はい、こんな感じで硬化していきます。他の指は次回の動画でご紹介しますので省いていきます。はい、こんな感じで完成です。では最後に艶出しのトップコートでさっさと一層塗っていってください。今回はベイビーブーマーのデザインをご紹介した後に、プラスアルファでこういったラメ入れていくと可愛いということをご紹介していってますので、トップジェルの後にこのようにラメ乗せていますが、通常であればトップジェルの前にラメを入れ込んであげると綺麗な形で取っていけると思います。親指も同じようにさっさと艶出しのトップコートを塗って仕上げてください。はい、こんな感じでベイビーブーマーネイル完成になります。猫爪のような形の整え方、ジェルでのやり方は次回の動画でご紹介していきます。ありがとうございました。